アイテム番号 SCP-131JP。 オブジェクトクラス政府ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-131JP はサイト8181の施錠可能な保管ロッカーに不織布製の衣装カバーに入れて保管してください。移動及び実験はレベル4以上の職員の観察の下、レベル2以上の職員により行ってください。実験後は選択してから元の場所に戻してください。人間による SCP-131JP の着用実験は一切禁止とします。万が一 SCP-131JP を着用した職員がいた場合、その職員は記憶処理を行い、別サイトへ移動させてください。場合によっては解雇してください。また、SCP-131JP の襟口が伸びるかもしれないので、SCP-131JP の襟口より大きな生物を襟口から脱衣させないでください。説明。SCP-131JP は肩幅 51cm、袖丈 63cm、着丈 70cm の赤いプルオーバーパーカーです。前身頃にはコンバースのロゴが入っています。同じデザインの市販品が存在し、SCP-131JP との間には素材などの違いはありません。SCP-131JP と同じ効果を示すパーカーは今のところ発見されていません。SCP-131JP を着用すると、着用者の頭部と手及び SCP-131JP に包まれている部分が実在しない別個体のものへと変化します。この時、骨格や指紋、肌の色等が変わっても、人格と体組織の DNA は変化しないことが分かっています。SCP-131JP の着用後数時間経過すると、人間の場合理性を失い、身体が獣のように変化し、野生的衝動に駆られます。時間経過するほど筋力が増幅するので、着用者を放置していると SCP-131JP を脱がせること自体が困難になり、しかるにべき対処の後解雇する必要性が生じます。この効果は人間以外の生物には現れません。上記の効果は SCP-131JP を脱ぐことで全てリセットされ、後遺症などは残りません。回収記録 SCP-131JP は2013に、東京都内の148件のコンビニエンスストアで強盗を働いた天草門容疑者、当時32歳無職、が出頭し捜査が終わった後、エージェントによって回収されました。天草門容疑者は2000年から2013の逮捕時まで、一度も逮捕されていませんでした。これは犯行時に SCP-131JP を着用していたことによると見られています。天草門容疑者には他にも約60件の余罪の疑いがあります。天草門容疑者は、生活のために盗んでいた、と供述しています。回収時のインタビューログ。対象天草門。インタビュアーエージェント。付記 SCP-131JP 回収時に記録。録音開始。この赤いパーカーを犯行時に毎回着用していたのですね。はい。このようなことを言うのもなんですが、どうして自首なんか？こんな便利なものがあれば、足取りをつかまれることはほぼないでしょうに。こんな恐ろしいものを着るのが嫌になったんです。早く持ってってください。この赤色を見るのも嫌だ。まあまあ、落ち着いてくださいな。そのような考えに至った経緯だけ、お願いできませんか。今回は、札から逃げるのにいつもより手こずって、ずっとこれを着てたんですよ。走って走ってどうにか家の近くまで来たところで、ああ、思い出すのも嫌だ。何があったのですか？足が止まらないんです。ずっとずっと。もっともっと走っていたくなって、近くに人が見えると、そっちに向かって一直線に走りたくなって、殴りたく、いや、食いたくなったんです。人を、これはまずいと思って、すぐさま脱いで、
そうしたらなんとか落ち着いて。恐怖を覚え、自首したと。ええ、自分は強盗なんてやっていた時点で人間のクズですが、さすがに畜生になり下がりたくありませんでしたよ。それに、無所に入ればこれに頼らなくったって飯が食える。はあ、なるほど。はい。では、これは回収させていただきます。ご協力、ありがとうございました。録音終了。終了報告書単に殺人衝動の比喩的な表現でしょう。強盗なんてするろくでなしなんですから。それにしても変装の手間がかからないのが羨ましい SCP ですね。実験記録、131以下抜粋。記録131、1。被験者 B32285B 59395B 65938実施方法被験者の体組織と指紋を採取後 SCP-131JP を着用させ再微体組織と指紋を採取する結果被験者全員の顔の骨格頭髪の色長さ瞳の色肌の色指紋声色が変化した一人は見かけ上の性別も変化した。SCP-131JP の着脱により、身長、体組織の DNA、人種が変わることはなかった。分析背丈以外は完全に別人となり、元の人間と同一であると証明することは DNA 鑑定以外には不可能である。記録1317。被験者 B24354。実施方法被験者は全裸で SCP-131JP の着脱を繰り返す。結果着用ごとに外見は別のものへと変化した。見かけ上の性別が変化した場合、SCP-131JP の上から胸部の膨らみは確認できるものの、男性器の消失などは見られなかった。分析 SCP-131JP を通った部位以外は変化しないようだ。記録131-23。被験者 B44377 実施方法被験者は SCP-131JP を着用する。見かけ上の性別が変わるまで繰り返す。見かけ上の性別が変わってから、襟口、袖口、裾から SCP-131JP の内部を観察する。結果襟口、袖口からの観察では、被験者の身体は女性となっていた。裾からの観察では、被験者の身体は男性のままであった。分析襟口、袖口に特性があるようだ。記録131-24。被験者 B44377 実施方法被験者は SCP-131JP を着用済みである。顔と指紋を記録した後、頭と手を SCP-131JP の中に引っ込めさせ、再び露出させ、顔と指紋を確認する。結果数十回着用後の行動を繰り返しても、着用直後の顔、指紋となった。また、引っ込めさせた状態で襟口、袖口から顔、指紋を確認したところ、変化後のものであった。分析 SCP-131JP を完全に脱がない限りは変化した外見のままのようだ。ほい、実験後。観察者たちが目を離した際、B44377 は SCP-131JP を襟口から脱ぎ、完全に女性の姿となって脱走を試みました。その際、B44377 は職員数名に噛みつき、場合によっては、編集済み、死者を2名、負傷者を4名出しました。幸いにも B44377 は実験室から出た直後に射殺され、他の負傷者は出ませんでした。この不測の事態は、エージェントが天草の証言を軽く取ったことから起こったとみなされ、エージェントは1年間の減俸となりました。記録131-25。被験者 B44377 実施方法 SCP-131JP を着用し、襟口から脱いだ被験者の死体解剖。
結果死体の外見は完全に細身の女性のものであり、乳房と女性器が見られるが、体内には子宮や膣は存在せず、精巣などが取り残されたままであった。乳房の内部には通常の女性と同じく脂肪が存在した。筋密度は本来の D44377 より増加しており、歯が肉食動物のように変化していた。分析 SCP-131JP は体毛、色素、脂肪、筋肉、骨格のみを変化させる。ポイ解剖中、死体の腹部がボコボコとうごめいたため切開したところ、胃の中から死傷した職員の体の一部が発見されました。それらは消化されておらず、単独で動いていましたが、数十分後動かなくなりました。記録131-37。被験者 D24354、実施方法10m×10m×3m の実験室にて SCP-131JP を着用させた D24354 を実験台上に厳重に拘束する。警備員を5名配置の上、観察は実験室と二重扉で隔てられた別室で行う。結果着用後、数時間でさらなる外見の変化と、凶暴化が見られた。変化当初と比べ、口は2倍の大きさになり、犬歯が牙のように口外に露出した。目は大きく吊り上がり、耳が尖った。D24354 が拘束を力ずくで解こうとしたため、麻酔銃で眠らせ SCP-131JP を脱がせた。脱がせた後、D24354 の人格は元通りに戻っていたが、凶暴火事の記憶は残っていたようだ。D24354 には記憶処理を施し終了とした。記録131-38。被験者 D59395、実施方法10m×10m×3m の実験室にて、D59395 に SCP-131JP の完全な着脱を繰り返させる。D59395 の足を床に固定し、警備員を5名配置の上、観察は実験室と二重扉で隔てられた別室で行う。結果着脱を何度繰り返しても凶暴化は見られなかった。分析凶暴化は連続した長時間の着用によって起こる。記録131-37。38の実験の際、記録131-25のホイについて、SCP-131JP を着用後凶暴化したものに生きている生物を咀嚼せず飲み込ませる実験をしたいとの要請が出ましたが、博士によって却下されました。記録131-43。被験者猫、ユーの3歳のアメリカンショートヘア。カラーはシルバークラシックタビー。実施方法被験者を SCP-131JP の裾から侵入させ、襟口から脱出させる。外見を確認後、SCP-131JP の襟口から侵入させ、裾から脱出させる。実験室内には警備員を5名配置。結果被験者は U のアメリカンショートヘアのままではあったが、カラーがレッドクラシックタビーに変化した。外見を確認した後の操作で、被験者は元のカラーに戻った。また、袖口と裾の場合でも結果は同じであった。分析 SCP-131JP の内部を襟口もしくは袖口から裾の順で通ると、SCP-131JP を一度脱いだ後でも元の姿に戻ることができる。記録131-44。被験者猫、U の3歳のアメリカンショートヘア。カラーはシルバークラシックタビー。実施方法被験者を SCP-131JP の裾から侵入させ、襟口から脱出させる。外見を確認後、これを繰り返す。実験室内には警備員を5名配置。結果カラーはレッドクラシックタビー、ブラウンマッカレルタビー、パッチドタビー、ホワイト、ブラック、レッド、ブルーなどアメリカンショートヘアとして存在する範囲で変化した。シルバークラシックタビーになった場合、細かな絵の違いが見受けられた。最後に元に戻す動作をすると、数十回もの変化を重ねたにもかかわらず、元通りの絵のシルバークラシックタビーに戻った。
分析変化は重ねることが可能で、元に戻す動作を一度行うだけでリセットできる。記録13145、被験者猫、ユーの3歳のアメリカンショートヘア。カラーはシルバークラシックタビー。実施方法、被験者を SCP-131JP の裾から侵入させ、襟口から脱出させた後、数時間放置。実験室内には警備員を5名配置。結果、凶暴化は見られなかった。分析、人間以外には凶暴化は現れないようだ。人間程度の知能を持った。人間以外の生物による SCP-131JP の長期着用実験が承認待ちです。博士により却下されました。